ははいこんにちはレトスノーノです7月22日の3問に入っていきます A が建設業者 B との間で建築の請け負契約を締結した工事完成後建物に貸しがあり目的を達成することができなかったとしても注文者 A は契約を解除することができない丸か×かという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×です 原則、注文者が相当期間を定めて、瑕疵がないように再告をして、で、その期間内に瑕疵を直すことができなければ、契約解除することができます。え例えばえ、注文者が居住用目的、住むことを目的として、えー、建物の建築を依頼しました。建築業者に依頼しました。その場合、完成した建物が傾いていて、住むことができないとなると、この注文者困りますよね。 そのため、もし一定期間内に住めるようにしてくださいっていうふうに期間、相当期間を定めて、住めるようにもししなかったのであれば、つまり傾いた建物を直すことができないというのであれば、注文者は契約解除することができるということです。で、改正前っていうのは、損害賠償請求はできるけれども、契約解除まではできないってなってたんですよ。ただ改正民法では契約解除することができますので、その点注意していただければと思います。 で、問い2ですね。重要事項説明です。現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。丸か×かという問題ですねで。答えは×です。まず、案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合、成年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません。 まあこれは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事項を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事項説明可能です。なので答えはバスになります。で、専任の取引士と取引士、まあ普通の取引士ですよね、の違いについては個別指導で解説させていただきます。でちなみに、宅勤合格者イコール取引士じゃないんですね。 ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って、宅権士って言われるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。宅権に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引士の交付を受けます。で、これでめでたく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引士がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。で、問い3ですね。 A が所有する市街化区域内の面積2000平米の一段の土地を B が A に対して有する金銭債権の担保として当該土地について大仏弁済の予約を行おうとする場合には事後届けをする必要はない。まるか罰かという問題ですね。で答えはツですで。大仏弁済の予約っていうのは債務の弁済が期限内になされない場合に不動産などの資産を金銭に代わって弁済する。 この予約契約のことなんですね。例えばお金を貸してお金返ってこなかったら困りますよね。なんでお金を返してくれないのであれば、えー、お金じゃなくてその債務者が持っている土地で返してください。弁済してください。これを予約することですね。これは大仏弁済の予約です。で、そもそも届け出が必要な条件の一つ。まあ、これ国土利用計画法の届出ですね。事後届出とか事前届出。これが必要な条件の一つに、 土地の所有権を取得する目的の移転または設定、まあ、これ、権利性っていうんですけども、まあ、これがあるんですね、権利性っていうものがあります。で、売買っていうのは移転ですよね、所有権移転するので、権利性はあるんですけれども、今回の問題文の大仏弁済の予約、これは設定の方に該当してきます。まあ、つまり、権利性はあるということなんですね。でさらに、その他の届け出の条件である、対価性とか契約性これも満たしてるんですね。 で、対価性っていうのはお金のやり取りです。で、今回、お金のやり取りはしてないわけですよね。これ、大仏弁済なんで、不動産でやり取りするわけだから、お金のやり取りはしてません。ただ、不動産についてもお金に換金できるわけですよね。だから、まあ、対価性はあるというふうにみなします。あと、契約性もありますよね。大仏弁済の予約についても、これ、予約契約っていう契約をするわけなんで、契約性もあります。したがって、面積要件を満たしたら、これ、事後届で、事前届で必要になってくるんですね。 で、今回、市街化区域だから2000平米以上だったら届け出が必要ですよね。で、これ面積要件も満たします。だから自己届で出は必要ですと。だから答えは×ですと。いうふうになるんですけれども、まあ、これ、今のような考え方が、まあ、正しい考え方っていうのか、まあ、厳密な考え方なんですね。ただ、これってすごく難しいんですよね。考え方として。なので、短期講座の受講者様には、もっと簡単な考え方をお伝えいたします。 でこの考え方をすれば、もういろんな問題解けるようになりますので、まあ今回はね、大仏弁んの予約なんですけれども、例えば贈与だったり、相続だったり、受講取得だったり、あと低当権の設定だったり、まあいろんな問題に対応できるようになるんですね。なんで、ぜひ短期講座の受講者様は、受講者専用のメールマガから内容をご確認ください。そして短期講座受講したい。今年絶対合格したいという方は、この動画の下の概要欄から、短期講座の概要をご確認いただければと思います。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。